はい、よいたのニュースチャンネルです。聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、これまでにも変わり種の自動販売機に関する話題皆さんと共有してきましたが、今回は3つですね、自販機に関する話題が出ていましたので共有していきたいと思います。はい、最初はこちら北海道新聞からです。自販機でたらこを買えます。与々市の連所が設置、これは小平でしょうか、記事を読みます。たらこ製造の与々市のは、自動販売機による冷凍の塩たらことからし明太子の販売を始めた。同社前に設置した自販機は9月30日から24時間稼働しており、売り行きを見ながら商品の品揃えを増やし、国道沿いでの設置を検討していく。商品は冷凍の極上甘口たらこと、からし明太子の2種類、一本物や切り子、バラ子でグラム数に応じて570円から2060円までの価格の商品を揃える。自販機の設置費は約200万円。ということで、ちょっとあとは有料記事になってますが、200万円ということは、仮に2000円のものだったとしたら、10万個売ってということです。まあ、10万個って、まあ、ペイするわけじゃないんですけども、まあ、金額としてはそういうことなんですね。まあ、ただ、このコロナ禍ということで、非接触販売ですとか、非対面販売が、まあ、伸びているということがありますね。まあ、こういったものの様子を見ながら、新たな販路を開拓ということなのだと思います。はい。では続きまして、こちら、岐阜新聞からです。鶏白湯ラーメンの冷凍自販機、設置1週間で400食販売、岐阜市彩りとありますね。記事あります。岐阜市期待式でしょうかの、ラーメン店彩りが、県内初となる冷凍ラーメンの自動販売機を設置した。コロナ禍を背景に人と接触することなく本格的なラーメンを好きな時間に購入できるとして、設置から1週間足らずで400食以上が売れる好評ぶりという。店主の木村智志さんは、自宅で周りを気にせず大切な人と店とのラーメンを食べてほしいと話す。当店は鶏ガラなどを長時間強火で炊いて作る鶏白湯ラーメンが人気商品。新型コロナウイルスの感染が拡大した昨年4月に持ち帰り用の冷凍ラーメンの開発に乗り出したが、スープの油が分離し店の味と異なってしまうことが課題だった。今年8月にスープを起こすための機械を最新のものに変えたところ、スープを冷凍しても味が変わらなくなった。その後、冷凍ラーメンの自販機が関東で話題となっていることを知り、店のオープン5周年にあたる今月5日に自販機を店舗前に設置した。販売数の味を異なるラーメンやつけ麺の4種類で、麺、スープ、チャーシューなどの具材が入り、価格は800円から900円ということですね。スープや具は湯煎し、麺は別に茹でて作る。来店客が仮に家で食べるために買うほか、遠方にいる友人への贈答用として購入するケースもあるという。木村さんは、自販機を置いてから感謝の言葉をかけてくれるお客さんが多くいると笑顔を話し、ラーメンは国民食、冷凍販売というスタイルがこれからの食文化に根付けばいいと願っているということですね。まあ、この冷凍ラーメン、おそらく自販機、ど冷えもんでしょうか。それのパターンと同じ、おそらく同じ種類だと思うのですが、そうですね、800円が900円であれば、1000円以下という値段であれば、買いやすいかなというふうには思います。はい。では3つ目はこちら、あなたの静岡新聞からです。沼津港人気プリン自販機で、混雑回避で非公表、自販機目当ての客もということですね。記事になります。沼津市千本港町の沼津港で、沼津深海プリン工房アウトプリントジェラートとを運営する、三島市の北海物産がこの同店舗前に、プリン製の自動販売機を設置した。首都圏からの観光客でにぎわう同港で、店舗開店前や手配店後に混雑を下げ購入できると好評だ。こんな感じですね。はい。でこれらの中、非接触での提供を模索し、自動販売機での取り扱いを企画した。商品落下時の形崩れを防ぐため、プリン一つ一つに緩衝材を巻き、衝撃抑制力不足などな行うなどし、7月から自販機販売を始めた。設置から約3ヶ月間、自販機目当ての客や仕事帰りの地元住民らが訪れ、朝には売り切れ状態になっている日もあるという。商品は店舗で人気の、深海プリン。いや、プレーン、塩キャラメルなど6種類、今月下旬頃まではシャインマスカットを使った生フルーツプリンが限定で楽しめる。同店の大野晴美店長は、食べたくなったらいつでも気軽に立ち寄ってほしいと話したということですね。こんな感じです。ちょっと値段などは分かりませんけれども、まあ、それ結構人気になっているということなんですね。はい。では今回のこの3つの記事ですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のあったらクリックして読んでいただいて、まあ、機会がありましたら、近くの人でしたらお買い求めになってはいかがでしょうか。はい。今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。